種差別とは、人以外の生物に対する差別である。人種差別などに習って作られた用語で、人のみを特権づけ、他の生物をないがしろにする差別は不当だとする、ピーター・シンガーら動物の権利の衝動者らによって、主に使用される。一般的に、差別が、なぜ悪いのかといえば、合理性がないからである。この言葉は、1973年に、 心理学者のリチャードライダーが作ったもので、1975年にピーター・シンガーが出版した動物の解放によって広く知られるようになった。動物の解放は種差別を告発し、種差別批判を根底的に推し進めた上でその根拠を示した書き物である。シンガーの主張は彼が寄って立つ、功利主義の立場から、 我々は回顧を感じそれを表現することができる存在に等しく道徳的配慮をするべきであるというもので知能や人にとっての有用さという観点からの差別は正当化されるものではないとする。また、シンガーは回顧を感じ表現する能力の度合いに応じて配慮の度合いを変えることを容認している。種差別とは種が違うことを根拠に人とそれ以外の動物を差別することである。 しばしば誤解されがちだが人が動物に対して線引きをすることではない。種差し別に反対する立場から生まれた動物の権利思想は工場畜産、動物実験、狩猟、サーカス、動物園などを廃止し人類にビーガニズムと菜食主義を呼びかけている。ありがとうございます。